プリシュティナ、プリシュティナは、コソボの首都及び、基礎自治体。2008年に、セルビアからの独立を宣言したコソボ共和国の首都と、定められているが、セルビアは、コソボ共和国の独立を認めておらず、コソボメトヒア自治州の州都としている。近隣の都市としては、約95キロ北東の2種、約80キロ南のスコピエ、マケドニア共和国の首都などが挙げられる。 1990年代のコソボ紛争で深刻な打撃を受け、現在も復興の都にある。基礎自治体、コムーナ、オプシュティナとしてのプリシュティナの面積は5 2 4トル、人口19.8万人。プリシュティナ都市部は14.5万人。2011年国勢調査。コソボで最も人口の多い都市である。 と推移した。現在の正確な人口統計はないが、2004年には人口50万を超えたと推定される。民族構成は、1991年には15%ほどいた。セルビア人が1999年以降、急速に減少し、アルバニア系住民が2004年には98%を占めるに至った。ただし、コソボ紛争の際に、 多くのアルバニア系住民が殺害された。また紛争終結後はセルビア人が虐殺された。その他の民族としてはセルビア人、ロマ人などが少数いた。町の中心広場には中世アルバニアの民族的英雄であるスカンデルベクの像が置かれている。コソボの北東部に位置しセルビア中央部とを隔てるゴールヤック山地にある。市内を流れる川はない。 近年は地域は郊外に拡大している。公園や商業施設に乏しい街であったが、近年は都市計画に従って整備が進められている。マザーテレサ広場やいくつかの整備された公園が作られた。道路の舗装や植樹、公共施設の洗浄や修繕も進んでいる。東ローマ帝国時代にユスティニアヌス一世によって、 今日のプリシティナの南のリプリャンにウルピーアナという街が作られた。ローマの衰退で、変わってプリシティナが誕生。その後、バルカン半島の交通の要所に位置しているため、交易都市として発展した。ネマニッチ町、ブランコビチアサなど、セルビア王国の都であり、セルビアの重要都市として発展した。1389年のコソボの戦いで、オスマン帝国に、 セルビア王国が破れ、1459年には、全セルビアが、イスラーム勢力の統治下に置かれた。敗北したものの、この時に、オスマン帝国の村と一世を死へと追いやっており、近代に入ると、この、コスボの戦いが、セルビア民族主義者によって神話化されることになる。その後、スラブ人、アルバニア人の住民のイスラム共栄の改修が進む。オスマン帝国の支配下では、 バルカン半島におけるキリスト教信仰は一定の範囲内で尊重された。しかし、17世紀から18世紀にかけて、主に宗教的な理由から、この地のセルビア人がオーストリア領へと移住し、人口が希薄となった地域にムスリムのアルバニア人が移住。そのため、中世史においてこの地はセルビアと結びつけられるが、民族的にはアルバニア人が居住している。 という現在の構造が形成された。19世紀末より、プリシュティナなどで、アルバニア人の民族運動も高まる。1872年、アルバニア人が、プリズレン連盟を結成、1912年の第一次バルカン戦争の結果、アルバニアが独立すると、プリシュティナはその半島に組み込まれる。しかし、列強はアルバニアを、セルビア王国、次に、 ユーゴスラビア王国に譲り渡し、アルバニア人の自治は一切奪われた。そのため、アルバニア人にとってもこの地域は民族運動の象徴とな。第一次世界大戦前は、セルビア人の迫害で多くのアルバニア人住民がトルコに逃れた。こうして、後に勃発するコソボ紛争の下地が作られていった。 第一次世界大戦中はオーストリア軍に占領されるが戦後セルビアの支配に戻る。セルビアはセルブクロアート、スロベーヌ王国に発展。戦艦期に王国はユーゴスラビア王国と解消。プリシュティナもユーゴスラビアの支配下に置かれた。第二次世界大戦中はイタリア軍、ついでナチスドイツに占領されるが1944年に パルチザンによって解放される。1946年、コソボ自治州の州都となり、人口も増加、中でも最も増加したのは、アルバニア系住民であった。1980年には、人口の70%は、アルバニア人が占めるに至った。自治政府は、ユーゴスラビア共産党のアルバニア人党員が支配、したが、政情不安は常につきまとった。 1970年には、プリシュティナ大学が創設される。第二次世界大戦後のユーゴスラビア社会主義、連邦共和国を率いたヨシップ・ブローズ地頭が1980年に死去すると、セルビア内で民族主義が高揚する。プリシュティナでは、経済不況や食料不足でアルバニア人の暴動が頻発する。1989年、セルビアの大統領、 スロボダン・ミロシェヴィッチが自治を制限。アルバニア語の使用が制限され、アルバニア系住民が多くの職場から排斥されると、コソボのユーゴスラビアからの分離を求める運動が激化する。イブラヒムル・ゴバに指導されたコソボ民主連盟が結成される。これに対してセルビア政府は強行策で臨んだ。1996年からは、 コソボ解放軍による武装闘争が開始されるが、プリシティナは当初は平穏であった。1999年3月、コソボ紛争が本格化すると、プリシティナは戦場と化す。4月、NATO の空爆が開始されると、市内のあちこちで虐殺行為が展開された。多くの住民がマケドニア共和国方面に脱出、その数は アメリカ合衆国国務省の推定で1999年の5月だけで10万人に上る。コソボ紛争終結後は4万人いたセルビア人の多くがプリシティナを離れたが市内に泊まった者の多くは今度はアルバニア系住民の報復に怯えることになり2009年にはプリシティナからすべてのセルビア系住民がいなくなったと言われる。また紛争で ロマ人も多くが死を離れた。国際連合コソボ暫定行政ミッション、アンミックの本部が置かれてる。バスケットボールが盛んである。サッカーでは FC プリシキティナというクラブチームがある。ハンドボールの人気も高く、この3つが主な人気スポーツである。スラティナ空軍基地にあるコソボ唯一の民間空港、プリシキティナの南西 15km に位置する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。